はい、それでは2021論文本試験を切るを始めさせていただきます。民法を担当いたしますレクセン認講師の豊岡と申します。どうかよろしくお願いいたします。そしてですね、今回論文本試験受験なさいました全国の受験生の皆様、本当にお疲れ様でした。疲れは取れましたか ね、 先日ある受講生さんと話したら、疲れは取れたと、ただ結果が気になって全然寝れないんだっていう、そういうちょっとねお悩みをちょっとね頂戴しましたけど、皆さんも同じですかね。で、今日のねこの論文本試験を切る、これをぜひね参考になさってみてください。で、あとですね、もうご存知の方も多いと思うんですけども、この間ですね、論文最終日の、晩にですね書簡ライブ配信っていうのを行いまして、ね、またそちらもね皆さんにご覧いただけたかなと思います。で、合わせてぜひですね今回の本試験の、ね、参考にしていただければ幸いに思います。で、その書簡ライブ配信の中で私申し上げたんですけども、今回ですね論文自己評価アンケート、これを実施いたしました。で、皆さんにですね5段階評価で、ね、皆さんにちょっとね回答していただく、どの問題、どの科目のどの問題できた、あるいはちょっといまいちだった、ね、これは5段階評価で回答していただいて、ね、結構皆さんの中にもねやったよって方もいらっしゃるかと思うんですけども、まだ途中経過なんですけども、この後ちょっとそれを発表したいと思います。ぜひ参考になさってみてください、ね、で、ちょっともう民法入ってきますけど、まあ、民法ですね、まあ、去年と同じく今年もかなり基本的な問題が出たなと。で、もっと言うとかなり皆さん手応えあると思うんですよ。もっと言うと取らなきゃいけない、民法ははっきり言って得点しなきゃいけない科目に完全に定着したな、そういう印象を強く持ちました。 5,6 年前ぐらいまではね、民法って得点減、減ってのは減る方ね、減る方だったんですよ。なかなか高得点取れなかった。でも、もうここ直近ですね、今年も含めてですけど、完全に得点源、源の方です。源というのは源の字の方に、完全に変わって定着してます。取らなきゃいけない。いいですね。ぜひ皆さんもね、ちょっとこの後ね、アンケートとかね、参考になさってみてください。じゃあ早速ですね、ちょっと中身入っていきます。で、今申し上げたアンケート、こちらです。あ、ごめんなさい、逆ですね。こちらですね。で、まず民法の問題の1番、ね、ご覧の円グラフです。で、皆さんの中でね、これアンケート答えてやった方もいらっしゃるかと思うんですけど、これ5段階評価に分かれてました。で、一番出来が良かったのがこれですね、ほぼ完答に近い。ちょっとこれ番号を振りますと、まあ、C というとこ、まあ、5ですね。で、その次、ね、7、8割は欠けた。まあ、これも C というとちょっとまあ4番というふうに振っておきましょうかね。で、その次が今度はこちらですね。もうちょっと大きくしますよ。よいしょ。半分くらい。まあ、これ C というと、ね、3番目ということで、ね。5、4、3。で、今度左上です。ね、今度2、3割くらいしかちょっと書けなかったな。まあ、これが C というと、まあ、4かなと。で、最後、一番出来はちょっと悪かったなと。ね、ほぼ書けなかったな。ね、これがまあ C というと5。こんな形でね、皆さんに5段階、ね、評価でお答えをいただいたかと思います。で、あとちょっとこれ触れときます と、科目免除、この方 5% いらっしゃいました。この方は司法試験受かっている方です。司法試験受かっている方で民法免除されますんで、ね、だからまあこの方ちょっと除外いたします。そうするといかがでしょう。これ1問目です。1問目、ね、もう皆さんの、ね、大半の方が今年受けてらっしゃると思いますけども、まずこれね、ほぼ完答に近いって方、一応 5% いた。でね、ちょっとこれ見にくいかもしれないんで、その次のこの4番目ね、これ、ランクとしては4番目ね、これ7、8割をかけたよって方、この上位2つです。ご覧ください。上位2つの回答で、ほぼ半分なんですよ。半分です。要するに、ちょっとお聞きしますよ。大丈夫かな、ピント。7割以上は書けたよっていう回答が実に半分に達してるってことですね。これです。いいですね。で、次今度下いきます。今度は2問目です。こちらの円グラフですね。こちらも同じ要領ですけども、こちらはどうですか。上位2つですね、
ほぼ関東に近いから7、8割かけたよ、合わせると、ね、要するにこれもやっぱり7割以上はかけたよって人たちですね、合わせるともう6割以上に達します。これしたがってこのデータ見てみると問題2の方が明らかに書きやすかった、優しかった言えますね。でも1問目の方も決して難しくはないです。7割以上かけたよっていう回答が実に半分に近くに達している、そういうことです。いかがでしょう。もちろんこれはね、回答してくださった受験生お一人お一人の主観です、主観。でもこの主観もね、ある程度の数まとまれば客観的なデータになり得るわけですよ。でこれが言い換えれば今年の民法の問題の難易度を示しているってこと。もちろん私たち講師はね、専門家としての立場からこの問題ここまで書いてね、この問題これぐらいでいいよ、そういう形でね皆さんに客観的な指標はお示しします。でも実際この本試験はどこまで行っても相対評価です。ですから私たち講師が示したレベルまで達していなくても、ね、それ以下のレベルで皆さんの中でこう競り合って頭一つポッと抜けた人が受かってくるんですよ。これがこの論文式試験ってこと、ね、ですから今回のこのデータをご覧になってみて、ちょっと自分はねこれどちらにも入らなかったな、こちらね、こちらの左側ですね、半分くらいかな、あるいはもうちょっとできてなかったかな、そういう方はねちょっとねまた勉強のやり方ですね、来年に向けてまたやるよって方はぜひ勉強のやり方も含めてね、もう一度再検討する必要があろうかなと思います。でこの後また中身見ていきますけども、うちのねレックの教材、とりわけ高課金民法をですね使って勉強された方は実感されたと思うんですけど、今年もほとんどの論点が高課金から出ましたね。こちらもうほとんどの論点です。この後見てまいりますけど高課金から出てる。去年もそうでした。2020年も同じで、今年もやっぱり高課金からほとんど出てる。だから皆さんの中で高課金をしっかりやっていた方は相当民法に関して手応えをお感じになっているんじゃないでしょうか、ね、ですからちょっともう先にね結論申し上げてしまいますけども、ぜひですね来年もうね頭切り替えて来年やるよって方はぜひこのねレックから出してます高課金ですね、これ来年は当然2022年版に変わりますけども、こちらをしっかりやってみてください。であと高課金だけでは足りない部分がある。やっぱり答練です。答練やっぱり皆さんもね実際本試験を受けてお感じになったと思うんですけど、2時間っていう枠でね2通の答案を最後まで書き上げなきゃいけない、これやっぱりトレーニングがいるんですよ。だから高課金でインプットをやる、あと答練でアウトプットをやる、ね、ぜひ来年目指すよって方はそういう形でぜひね勉強組み立ててみてください、ね、ですね。じゃあとりあえずねこの後ちょっと今年の問題ですね中身を見てまいりたいと思います。で お手元にですねこちらのレジュメございますね。本試験を切る教養科目、ちょっとページをめくってみてくださいですね。こちらでさっきも言いましたけどね、先日ライブ配信でもねいろいろ私お話ししましたんで、あまり重ならないようにねいろいろお話をしてまいりたいと思ってます。でちょっとこちら1ページですけども、問題の1番です。でこの1番はおそらく新しい試験員である新藤先生ですね、法政の新藤先生がお出しになったかと思います。でこれ皆さんもね実際にこれ本試験会場でお解きになってて、ちょっと違和感覚えませんでした。この問いの1番なんだけどやたらねひらがなが多いんですよ。で例えばここですね、設問2の、1行目次のっていうところ、これなんで漢字表記じゃない、なんでひらがななのかな、ね、であとずっと下行ってもねこれ企てとかね、これあと一応はとか、これねやたらなんかひらがな表記が多い。で次の設問2の方もそうなんですよ。これあごめんなさい、設問3ですね、設問3もそうです。こちら見てください。やっぱりここね次のってことでひらがな表記なんですよ、こんな感じで。でちょっとページ飛びますけど2問目の方ちょっと開けてみてください。7ページです。問いの2番です。でこちら問いの2番見ていただきますと、こちらは次のってことで漢字表記なんですよ。でこれが一般的な表記なんですよ、鑑定士の民法の一般的な表記です、漢字なんですよ漢字。ところが戻りますけど問いの一番見るとねやたらひらがな表記が多くてね、
これ実を言うと、私ね調べたんですけど、このひらがな表記で次のって書く本試験問題って昭和47年の第一問だけです。それ以外の100問以上は全部漢字で書いてるんですよ。したがって、ね、まず間違いなくこの今回の問いの1番、ね、これは新しい試験員の進藤先生がお出しになっただろうな。あと形式面もそうですね。これ通常ですと設問1、2だけなのに設問3があったでしょ。皆さんもお時になってて、あれなんかちょっと今年勝手が違うなとお感じになったと思います、ね。まあ、そんなこんなで今年は1問目が進藤先生、したがって2問目が佐久内先生がお出しになったと思います。で、進藤先生はまだ今年初年度ですので、来年もまた試験員おそらくお続けになると思いますので、来年受けるよって方、ね、またちょっとこういう変わったね出題形式になるかもしれませんけど、ちょっとその辺ね覚えておいてください。で、あとこれ問いの1番ですね、ちょっとページめくってみてください。3ページです。3ページ、こちらに主要論点一応載っけてあります。もう皆さんもねすでにね確認されてるかなと思いますけども、こちら、ね、主要論点3つ上がってます。で、これ私ライブ配信でもお話したんですけど、1と2ですね、1と2、丸1と丸2、丸1っていうのが設問1で、丸2がこれ設問2の方のいわゆる配信的悪意者なんですけど、これは共に書けなきゃダメです。書けなきゃダメ、特に2番目の配信的悪意者、これはもうね書けなかったらもう率直にご自分の勉強不足を恥じてください、そういうレベルです。で、設問さんはこれもライブ配信でお話したんですけど、これね設問さん、こちらですね、これはいわゆるちょっと聞き方が応用ですね。この左のページにもね、この不動産登記法の条文が上がってますけどもね、ちょっとこういう変わった聞き方で聞いてるってことで、ちょっとこれひねった応用型ですけど、でもこれも一皮むけば、一皮むけばうちの降格民法に載っているこれですよ。前員者から譲り受けた配信的悪意者ってことで、ね、一皮むけばなんてことはない、ね、レックの降格民法にバッチリ上がってました。でね、ちょっと戻りますけども、この特に設問2のね、この配信的悪意者、これ皆さんご存知の通りレックの降格民法に上がってます。これ重要度が AA です。一番重要 A2 つで、この3番目、設問3ですね、この丸3の前者から譲り受けた配信的悪意者、ね、これも高掛けでシングル A です。当然やってなきゃいけない、かけなきゃいけない、そういうことで、あとこの設問1のね177条の改革第三者、これも定義を立てて当てはめるだけです。何の変哲もない素直な問題なんですよ。だから設問2の配信的悪意者が書けるんであれば、設問1だって簡単に書けるはずなんですよ。でもあっちで私ね、ちょっと何人かの受講生さんとお話ししたら、設問2は書けましたと、だけど先生設問1書きにくかったですねっていう、そういう感想をもらった方が何人かいらしたんですけど、やっぱりちょっとその方はねちょっと分かってないなと、ね、もうこれ定義を書いて当てはめるだけですから、ね、この設問に配信的学者書けるんであれば当然書いてほしかったということですね。こちらいかがでしょう。で、あとこの特に設問3ですけど、これライブ配信でも申し上げたんですけども、これね一応不動産登記法これを聞いてはいるんですけども、ちょっと裏のページご覧ください。4ページですね、4ページの方、ね、こちらについてはねこんな感じです。これ一番上からね、これなおとかがね、なお参考条文にこの不動産登記法5条の条文が上がっている以上、何らかの形でやっぱりね本条に触れる必要があります。これ後で私ね皆さんにお聞きしたら、論点は書いたと、だけど不登法に触れませんでしたって方が何人かいらしたんですよ。やっぱちょっとね原点は確保してくださいですね。やっぱり出題者が条文載っけてる以上触れないわけいかないんですよですね。ただね、この回答例のようにねあっさりと切っちゃえばいいです。仲裁役に過ぎない便は他人のために登記を申請する、義務を負う第三者とは言えないという形であっさり切っちゃえばいいです。後ろまで引っ張る必要ないです。あとはねこれ配信的悪意者というふうに認定してしまって B です、 B ね、それを処理すれば OK です。いいですね。ちなみにこれ配信的悪意者の認定はいいですね。これ事実を知ってるってこと、もうすでに第一譲受人が買い受けてるっていうのは知ってるってことと、あともう一つが審議則違反です。この2つのフィルターから配信的悪意者っていう概念が成り立ってるんですよ。知ってるってことと審議則違反、
それをこの事例中から認定して背信的悪意者というふうに、ね、断定すれば OK です。いいですね。であと、まあ、ちょっと続きますけど、ただこの設問さんですね、これはねかけてなくても致命傷にはなりません。絶対ならない。なんでかというと、やっぱり多くの方がきちんとかけてないから。さっき言ったようにどこまで行っても相対評価ですから、そんな心配しなくていいです、ね、実際これ書きにくいですね。うちの降格民法に載っているよとは言ってもね、決して書きやすい論証じゃないんですよ。一応ね、ちょっと前のページ戻っていただきますと、ここね、下から2行目です。一応相対的構成説、ね、これ降格は相対的構成説で書いてありますけど、ね、まあ、決して書きやすい、ね、考え方とは言えないんで、だから、ね、そういう点を考えてみても、この設問3は書けてなくても気にしなくていいです。設問1と2で本問の点数が決まると、そういうことですね。じゃあ次、今度ね、問いの2番の方いきます。でレジュメですけど、続けて7ページこちら開けてください。でこちらはさっきも申しましたように、もう一人の試験員である佐久内先生がお出しになってますね。こちらで、こちらはね、もう本当にもう取ってくださいっていう感じの出題なんですよ。さっき の, あの、ね、アンケートからも分かりの通り、もう多くの方が結構自信満々に回答してます。そういうレベルです。でちょっとページめくってください。9ページですね。9ページ、ここにね論点上がってますけども、まずこの設問1、これ信頼関係破壊の理論です。でこれやっぱり降格でいくと AA です。ですね。で次の丸2ですね、これが設問、2の、ね、まあ、前段ですね。これもやっぱり降格でいくとシングル A なんですよ。だから共にやっぱり降格やってれば書けるよね、そういうやつで。あと最後設問2のもう一個ね、これ賃料の減額ってことで、これライブ配信の中でもお話しましたけど、これ改正点です。611条ですね、こちら。でもこれはもう条文ね、決して難しい構造じゃありません。左のページにも載っけてありますけど、これ当てはめれば OK です。普通にね、これ条文お読みになって全然構造難しくないんで、当てはめれば OK ってことなんで、したがってやっぱりこのね2問目、これしっかり全部ですね、全部しっかりと得点する必要があろうかなと、そんなところですね。であとぜひね、これちょっと最後ですね、これ見ておいていただきたいのが、設問1の信頼関係破壊の理論なんですけど、これね昨年も実は聞かれてるんですよ。びっくりするが出るかもしれないけど、令和2年もこれいわゆるね、まあ、隠れ論点っていうかね、まあ、裏論点って言ったらいいのかな、これね一応応用で聞いてるんですよ。だから正直言うと、私も今年このね信頼関係破壊の理論設問1で見たときに、また聞くのかってちょっと驚いたんですけどもね、これも実は聞いてます。昨年も聞いてるんですよ。したがってこの賃貸借についてはね、特に来年受けるって方に申し上げておきますけども、また賃貸借聞いてくる可能性も十分ありますからね、もう続けて聞いたからもう出ないだろうなんていうふうに思わないでください。一応こんなところですね、ざっくりお話をいたしましたけど、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、皆さんこんにちは、講師の森田隆二です。まずはですね、本試験の方ですね、3日間どうも暑い中お疲れ様でした。私の方からはですね、経済学になりますけども、まず、何を書けばですね合格できたのであろうかということとですね、まあ、レクがどれだけ当てたのかというこの2点をですね、20分少々でお話しできたらなというふうに思ってるんですけども、ちょっと画面の方を移していきますが、15ページになりましてですね、まず問題の1ですね、括弧の1番それから括弧の2番ということでありまして、2つテーマがありましてですね、括弧の1番が伏線市場ゲーム理論ですね、で括弧の2番が不確実性ということでありまして、まあ、2つほど出ましたけども、おそらく括弧1、まあ、20点から25点、それから括弧2も、20点から25点ということで、まあ、裁量点を10点としているのか、それとも25点ずつ上げているのかちょっと分かりませんけども、まあ、50点満点で、まあ、半々ずつですね、おそらく振ってるのかなというふうに思っております。で、解説の方ちょっとね、解説というか合格の指針というのが17ページにありましてですね、こちらちょっと見ていただければと思いますけども、丸1番ゲーム理論、丸2番不確実性ということでありましてですね、まあ、この2つですね、テーマとして問われているということでありまして、で、まあ、出題者ですね、おそらくなんですけども、まあ、新任のですね、玉田先生、慶応大学の玉田先生がですね、おそらく出題されたのではないかということでありまして、この2つのテーマですね、
で、まあ、ゲーム理論なんかはですね、昨年出たじゃねえかということなんですけれども、ただ私はですね、まあ、結構危ないというふうに思っておりまして、まあ、直前期も的中討論の1回目、それから総ざらいでも1回扱ったということで、直前期でもゲーム理論扱っていたんですよね。でどうしてかというと、こちらですね17ページのところなんですけども、玉田先生のご専門になりますけども、産業組織論と、それから情報の経済学と、この辺なんですよね。で産業組織論というのは何かなというと、まあ、皆さん その学習の、まあ、ところのイメージで言いますとですね、まあ、例えば伏線市場とかね、河川市場とか、そういったところになりましてね。で伏線市場、河川市場というのはですね、まあ、非常にゲーム理論を使った分析がですね、まあ、最先端の分野ではなされているということでありまして、ですから玉田先生はですね、ゲーム理論の、まあ、ユーザーであるということでありますので、まあ、昨年栗野先生がですね、ゲーム理論を、まあ、オークションというテーマでですね、オークションというもので問われておりますけれども、まあ、今年も危なかったんじゃないのかなということでですね、的中でも問わせていただいたということでありますね。ただ、まあ、昨年のですね、栗野先生が出されたですね、ゲーム理論の問題よりもかなりですね、まあ、標準的な問題だったので、まあ、かなり取りやすくてですね、まあ、ここでがっつり、まあ、点数を取ってほしいなというふうに私の方では思ってるんですけども、まあ、産業組織、それでね、なんでゲームかっていうと、ゲームっていうのはそもそもですね、まあ、相互依存の状況を意味しておりましてですね、まあ、伏線市場っていうのは相互依存のまさに状況なんですよね。伏線っていうのは2社ですよ。2社ということは1社が動けばその影響がもう1社に、及ぶということでありますから、及ぼすということでありますので、まさに伏線市場というのは、まあ、ゲームであるというふうに考えられますので、ゲーム理論というのは、まあ、危なかったということでありましてですね、まあ、今回ね、問わせていただいてたんですよね。でまあ、それからあともう一つ不確実性ですよね、まあ、こちらがまあ今回の私の大本命であったということでありまして、まあ、不確実性は全日本論文公開模擬試験、それから何でしたっけ、忘れてしまいましたけども、いろんなところでね、問わせていただきまして、まあ、総ざらいでもやりましたしね、結構厚かったということで、でまあ、公開模擬試験でやった方が結構難しかったかなというふうに思いますので、結構できたぞというふうに思ってほしかったかなというふうに実は思ってるんですけども、いかがだったでしょうかということでありますね。では、どんなことを書けばよかったのかなということでありまして、17ページの真ん中ですね、括弧の1番丸1なんですけども、こちらゲーム理論の問題になりましてね、利得表が与えられていないということでありますので、利得表を書きましょうというところになりますよね。で、まあ、利潤の計算、利得の計算ということでありまして、まあ、収入から費用を引けば利得利潤になるということで、まあ、そこをきっちりとね、利得利潤の計算をして、そして、まあ、利得表を作るというね、そこから入るような問題ですね。ですから、まあ、利得表が与えられていないということでありますので、まあ、その点で見ますとですね、まあ、若干、レベルが高いということもできますけれども、まあ、ここにも書いておきましたけども、やっぱり、まあ、この不動産鑑定試験はね、不動産系の最高峰の資格でありますから、それを考えますと、もう標準的な、むしろ基本的な問題であったのかなというふうに思っております。で、まあ、利得表をまあきちっと書いてですね、で那須金庫を示していくということでありますよね。で今回支配戦略がですね、見て取れたということだったと思いますけども、支配戦略が出てくる場合はですね、支配戦略の定義、それから支配戦略はここだというところをですね、示す必要が、まあ、示す必要があるとまでは言えませんけど、示せばこれ過程になりますから、まあ、私の講義では示してくださいとは申し上げておりましたけども、ぜひこの支配戦略は示してほしかったなというふうに私としては思っております。で今回のゲームですね、正しい項でも書いてるんですけども、囚人のジレンマの指摘をしてほしかったんですけども、指摘がなかったとしても合格点いけるかなとは思いますけども、まあ、やっぱり指摘してほしかったかなというふうに思いますね。今回の那須金庫はですね、パレート最適にはなっていないということを、まあ、しっかりと指摘してですね、でパレート最適の定義も示して、そして囚人のジレンマなんだというところまで示せばですね、まあ、かなりの点数を、まあ、もぎ取れたかなというふうに思いますけども、まあ、囚人のジレンマまでちょっと書けませんでしたという方もですね、まあ、全然気を落とす必要はなくてですね、まあ、利得表をきちりと書き、そして那須金庫の定義、そして那須金庫はここだということを示し、そして支配戦略はちょっと示してほしかったかなと、まあ、あと定義ですね、その辺のところを書けばですね、まあ、括弧1に関しては、まあ、満点取れるかなというふうに思いますけども、まあ、しっかりとですね、書いてほしかったかなというふうに思っております。
まあ、昨年よりは全然簡単になりますよね。で、括弧1の丸2なんですけども、伏線市場であったんですけど独占になっちゃったよと、買収したんだよと、一社になっちゃったよと、そういった話ですよね。そうしますとどうですかということでありまして、まあ、こちらも、まあ、こういったトレーニングはあんまりしてなかったわけなんですけども、まあ現場思考という問題になるんですかね、現場で考えてくださいというタイプの問題でありますけども、まあ、この辺も、まあ、利得表をきちんとですね、書く力があれば、ここもですね、きちんと場合は分けしてですね、状況を、確認できたかなということでありまして、ここもやっぱりね、満点ちょっと取ってほしかったところであります。で、引き続きまして、括弧1の丸1になりましてですね、まあ、こちらがですね、不確実性になりますね。私の大本命だったんですよね、不確実はね。私の大本命は伏線市場、そして不確実性、情報の非対称性。だから的中当連の全3回で2回は伏線市場ですよ。そして、公開模擬試験2回ありますけど、情報の非対称性と不確実性を出したということで、だから伏線市場と情報と、それから、不確実性、これがまあ私の中でのミクロでは大本命だったわけなんですけど、まあ、そこからですね、不確実性が問われたということで、で今回の問題はね、やっぱり栗野先生から、まあ、相当引き継ぎを受けてたのかなということを私は思いましたけれども、やっぱり受験生の方のレベルを配慮した、ね、問題であったのかなと。ですから、まあ、向陽関数も非常にシンプルな形、U イコールルートダブルということで、まあ、ここにちょっとね自画自賛になってしまいますけども、17ページで、比重論点総ざらいで学習した向陽関数が同じであるためというね、私がその比重論点総ざらい講座で扱った向陽関数と同じね、タイプの形であったということでありまして、まあ、標準的なものがね問われたということだったんで、同じじゃねえかということで、まあ、ちょっと安心された方もいたのかなというふうに、まあ、ちょっと私としては期待していたんですけども。で、まあ、18ページに移っていただきましてですね、で、まあ、期待効用の計算を求めているということで、まあ、これはですね、まあ、全日本論文公開模擬試験の2回目でもトレーニングしておりましたし、あるいは総ざらいでももちろんやっておりましたので、まあ、ここはしっかりと期待効用は、50だというところね、示してほしかったかなというふうに思いますね。で、まあ、問い方がちょっと難しかったかもしれませんけど、要は不確実性等価のですね、計算ができればですね、もう一つの問いに関しても答えられましたので、まあ、不確実性、ごめんなさい、確実性等価ですね、ごめんなさい、確実性等価の、まあ、計算ね、すればよかったのかなということでありますね。で、引き続き括弧の2の丸2なんですけども、まあ、ややちょっとね、書きにくいところであったのかなというふうに思いますけども、確実性等価とかリスクプレミアムというね、概念がありましたけども、まあ、総ざらいでもですね、あるいは公開模擬試験でも扱いましたけども、まあ、その辺の概念をね、使って説明することもできますし、まあ、その辺の概念を使わなくてもね、限界効用低減の法則を、ね、使っても説明できたかなということで、今回回答例はですね、2タイプご用意させております。問題文がね、問題文が、16ページですかね、16ページのところで、理由を言葉で説明しなさいということで、言葉だけで説明したタイプとですね、まあ、言葉だけと言いつつもですね、まあ、もちろんグラフを使って言葉を使っても説明してもいいでしょうということで、まあ、グラフを使ったタイプの説明の回答例、この2タイプを、ね、用意させていただいておりますけれども、まあ、多くの方はそのグラフを使って、ね、書かれたのかなというふうに思いますね。だから玉田先生の、ね、意図としては、数式ガチガチで説明しないでねと、言葉で説明してねと、そういう意味合いで、まあ、言葉で説明してくださいということだったんで、まあ、グラフ全然使ってもよかったかなということなんですけども、まあ、文字通り取ってですね、言葉だけで説明したタイプもですね、まあ、回答例で用意させていただきましたけども、まあ、別にどっちでもいいかなと、まあ、書きやすかったのは確実性等価とリスクプレミアムに関してはちゃんと勉強しておりますんで、まあ、そんな概念を使ってですね、書くのが、まあ、楽だったかなということでありましてね。で、まあ、括弧1と括弧2に関してはですね、まあ、そうですね、まあ、おそらく25点とかそれぐらい振られてるとは思いますけども、そうですね、括弧1、ごめんなさい、括弧2の丸1に関しては、
やっぱりかなりミスは許されなかったのかなと。そして丸2に関してはちょっと書きづらかったので、まあ、6割7割書ければですね、よかったのかなということでありますね。ですから、まあ、ミクロに関しては極めて標準的な、まあ、あるいは基本的なっていうふうに言ってもいいと思いますし、不確実性に関してもですね、まあ、的中でやってた方がもう私の的中当連のね、まあ、計算はこう結構計算機持ち込み不可なのにもかかわらずなんかあの結構ね桁数が多かったりということで、まあ、皆さんには本当に辛い思いをさせて、しまいましたけども、まあ、かつての不動産鑑定試験では結構桁数の多い問題を計算機持ち込み不可の状況でですね出されているので、まあ、ちょっとね、過酷なね、問いをですね、公開模擬試験では出させていただいたんですけども、玉田先生はですね計算機持ち込み不可の方に対してですね、非常に解きやすい問題を作られたので、まあ、そういった意味では、まあ、非常に、好感の持てる、そして解きやすい問題であったのかなというふうに思いますね。まあ、昨年よりも解きやすかったかなというふうに思いますね。で、まあ、的中どれだけしたのかというところをですね、自画自賛に なってしまいますけれども、ちょっとお付き合いいただければと思いますが、31ページになりますけどね、先ほど口頭で申し上げましたように的中答練第1回目の問題1でですね、まあ、ゲーム理論ですね、扱っておりますし、それからその次のページで、32ページになりますけれども総ざらいになりますね。で、総ざらいでは囚人のジレンマをね、扱っております。それから分野別過去問解析というのがあるんですけども、こちらも囚人のジレンマを扱っているということでありましてですね、まあ、結構、昨年出たとはいえですね、玉田先生のご専門を考えるとですね、伏線市場、危ない、伏線市場が危ないということはゲームが危ないということで、私としては出させていただいたつもりであったということですね。で、まあ、レックの方で、まあ、ちょっと貢献させていただいたのかなというふうに思っているのがですね、こちらになりますね。まあ、論文の自己評価アンケートというのがありまして、問題1ですね、見ていただければと思いますけど、ほぼ完答に近い、これ 20% ですね。まあ、結構勉強したからと、レックの教材で勉強したからっていうのをちょっと期待してるんですけどね。あるいは 7、8割かけたというのも 27% ということで、まあ、これだけでも半分ぐらいということでありますからね。だから問題1はですね、まあ、結構まあ感触持てていたのかなということでありまして、まあ、確かにまあそれほど解きにくい問題でもなかったので、まあこのような感想になってるんでしょうけども、結構ね、まあ、良かったのかなというふうに思いますね。では、引き続きましてですね、23ページになりますけども、問題の2になりますね。括弧の1番の丸1で引用文が出てきておりまして、テーマが消費税率の話ですね、消費税の話でありますよということで、括弧1、それから括弧2ということでありまして、まあ、おそらく問題には、おそらくというかね、問題にはもちろん50点の配点ですから、括弧1の方でおそらく30点ぐらいかなと、そして括弧2で、まあ、20点ぐらいなのかなというふうに思いますね。括弧1で30点ぐらい、そして括弧2で、まあ、20点ぐらいかなということでありましてね。で、まあ、括弧1は丸1、丸2というふうになっているわけなんですけど、丸1は空欄補充の問題でありましてですね、まあ、空欄補充、あいうえおということでありまして、まあ、1問おそらく2点かなんかで、まあ、合計10点といった形なんでしょうかね。空欄補充ということでありまして、まあ、空欄補充の問題は、まあ、これはね、昨年よりも基本的な問題ということで、まあ、ここはやっぱりね、空欄補充に関してはですね、これはもう満点取ってほしかったかなということでありますね。で、ごめんなさい、ちょっと順番通りいきましょう。合格答案の指針ね、ちょっと順番通りいきましょうかね。27ページ見ていただきましてですね、おそらくということでありますけども、まあ、99% 小松先生が書かれた、作られた問題であっただろうということでありましてね。で、昨年と同様に、まあ、統計引用文、の形で問われているということでありますね。データを、持ってきている、引用文が出ちゃってると、そんな問題でありましたけども、まあ、昨年ね、まあ、そのそういった形式の、ね、問題でありましたので、まあ、ちょっとびっくりした方もいらっしゃったかもしれませんけど、まあ、私の、まあ、公開模擬試験だとかファイナルだとか、そんなところでも、まあ、統計だとか引用文だとか、ね、用いた問題を作っておりましたので、まあ、ちょっと、ね、免疫ちょっと持たれてた方が多かったのかなというふうに期待はしております。で、まあ、非常に好感触なんですよね、小松先生の問題はね、経済理論だけではなくてですね、やっぱり実際
これはね、不動産鑑定士というのはもちろん実務家でありますからね、理論ガチガチじゃダメなんですよ。そして実際のですね、実務ガチガチでもダメなんですよ。理論と実際、この両方を抑えるということが大切でありまして、この双方をですね、バランスよく、取材されていると、それが小松先生の問題であるということで、本当に、好感触、好感の持てる、問題なのかなというふうに思いました。感想といたしましてね。で、括弧1の丸1なんですけども、極めて基本的な問題ということでありまして、乗数理論ですね。で、アなんですけども、括弧1マイナス C1 分の C1 ということで、これね、添え字絶対つけてください。これは添え字をね、問題文でですね、添え字ね、これ問題文で添え字書いてあるじゃないですか。問題文で添え字を書いてあります。23ページちょっと見ていただければと思いますけど、財資上の均衡式 y イコール c0 プラス c1 括弧 y マイナス t 括弧閉じる、c0 とか c1 ということで c のところに添え字0だとか1だとか書いてありますよね。ですから乗数を示すとき、政府支出乗数を示すとき、そして、減税乗数ないしは租税乗数を示すときもですね、添え字示さないとこれダメですよ。はっきり言って添え字を示してないと、これはもう罰になっても仕方がないかなと。だからレックの教科書とか、通常のね、他の他社さんの教材でも、結構その小文字の C を限界消費成功として、例えば政府支出乗数であれば1マイナス C 分の1っていうことでありますけども、ここでは限界消費成功が小文字の C じゃないんですよ。 C1 なんですよ。ですから C と書いたらこれ誤りですよね。問題読んでないと。与えられた問題文で、そして与えられた記号を使って答えていくというのが経済学の大原則なんですよね。それを破っているということで、だから経済学というのは暗記していることを吐き出す試験じゃないんですよ。だからこんな、だから1枚の C 分の1とかって書いたら小松先生怒っちゃいますよね。なので1枚の C1 分の1というふうに、経済学は暗記じゃないということで問われておりますので、ぜひともですね、ここのところは間違えてほしくなかったところかなというふうに思いますね。だからもしこういったところで、間違えてしまったのであれば、勉強法を根本から見直した方がいいかなというふうに思いますね。やっぱり理解重視の勉強法、暗記中心の勉強法はもう即刻見直すべきかなというふうに思いますね。ですからもうこのただ覚えたことだけを吐き出す、もうこれはもう罰ですよね。やっぱりもう思考力が問われておりますから、思考力が問われてますんで、ちゃんときっちりとですね、考えて答えるということが、問われていて、小松先生はもうそこを見ていたということでありましてね、限界消費成功 C ではなく C1 というふうに、やってほしかったところかなというふうに思いますね。であとあれですね、均衡予算乗数のお話であったということで、均衡予算乗数は1ということで、非常に有名なですね、お話なんですけども、私の論文実践討論だとか、計算対策ですかね、いろんなところでやったんですけども、均衡予算乗数が、1じゃない場合っていうのが、通常なんですよ。むしろ均衡予算乗数は例えば定額税を考えるとですね、1になりません。1を下回ります。あるいは開放経済を考えるとやっぱり1を下回るということで、均衡予算乗数が1を下回る場合っていうのは、結構あるわけなんですけれども、スタンダードな、方を出してきたということでありまして、その均衡予算乗数1というところもですね、ぜひ示していただきたかったかなというふうに思いますね。でそれから括弧1の丸1ですね、政府支出乗数ですね、つまり、利子率が一定の状況で政府支出を増やしたら経済効果がどれほどあるんですかというね、政府支出乗数の話と、それから ISLM 分析の話を対比するという問題でありまして、これも極めて基本的な問題であったと。政府支出乗数の方は利子率一定で見ておりますから、乗数効果が働いて国民所得が結構増えると。だけども ISLM 分析では貨幣市場ぶっ込んでですね、利子率上昇しますんで、クラウディングアウトが発生しますからね、したがって国民所得の増加というのは限定的であると、そんなところをですね、グラフを使って示していただければよかったかなというふうに思いますね。でそれからこっちが難しかったですよね、括弧の2番だから今回ミクロマクロを通じてですね、とても難しかったのが括弧の2番かなということで、おそらく20点だとかあるいは10点だとか、いくら、どれぐらい点数がつくか分かりませんけども、ちょっとここのところが難しくてですね、相対価格という概念を使ってということでありましてね、ミクロでも相対価格という概念は出てきますけど、マクロで出てきちゃってちょっとよく分かんないという方もいらっしゃったかなというふうに思いますけど、考え
えればできるということをちょっと示しておきましたけど、ただここのところはですね、あまり差がつかないかなというふうに思いますね。勝負はミクロ、それから勝負はマクロでいうと括弧の1の丸1丸2、そこでついているということで、まあ、括弧の2はまあおまけみたいなもんかなということで、だから下手すりゃまあ10点あるかないか分かりませんけども、まあ本当におまけみたいな問題なのかなというふうに思いますね。ですから括弧の1は本当にまあ全てできてほしいですし、まあ、括弧1の丸2もですね、ぜひともちょっと、できてほしかったところでありますよね。ね、ごめんなさい、ちょっと時間の方が来ておりますので、もうここで終わりにさせていただきますけど、どんだけお前当ててんのかということでありましてね、35ページになりますけども、的中統連の第1回で ISLM 分析、そしてズバリ的中試験員対策講座で、均衡予算乗数の話を入れておりますし、 ISLM 分析の話を入れていると。で、計算穴埋め問題でもですね、租税上積んだとか均衡予算乗数やっておりますし、論文実践統連では均衡予算乗数が1にならないケースね、あえて出しておりますし、それからまあ、いろいろ当たったつもりなんですけども、38ページの最後ですね、まあ、分野別過去問解析ではこの均衡予算乗数の話ね、やっぱりここ出させていただいているということで、ごめんなさい、自画自賛になりますけども、結構当たったつもりではあります。ただやっぱりね、やっぱり問題文がやたら多いということとですね、まあ括弧の2番が難しかったということで、やっぱりちょっとミクロに比べて、まあ、半分ぐらいとかっていうですね、回答がどれだけできましたかっていうね、自己評価のアンケートで半分ぐらいしかできませんでしたっていう答えが結構ちょっと多かったかなということでありまして、これはやっぱり括弧の2番の影響が出ているのかなというふうに思いますね。ただ括弧の1番に関しては、問題2の括弧の1番に関しては極めて標準的でありまして、まあ、そこはですね、まあ、きっちりと点数ですね、もぎ取ってほしかったところかなというふうに思っております。すいません、時間の方が来ておりますので、私の方からは以上とさせていただきます。どうも皆さんお疲れ様でした。はい、ではですね、会計学の方ですね、会計学の科目について、これから、まあ、約、まあ、20分かも、まあ、もう少し、おっしゃうかもしれませんが、大体それくらいの時間で、お話をしていきたいと思います。はい、担当いたしますのは、レクゼニ講師の高坂です。ではですね、私の方からは会計学の科目になります。でちょっと一回プレゼンター切り替えたいと思うんですが、こちらの資料ですね、論文本試験を切るということで、まあ、教養科目科目の中で、こちらですね、ページで言うとちょっとページ後ろに行きますが、はい、39ページ目ですかね。はい、で、39ページ目、ちょっと画面切り替えますが、はい、で39ページ目ですね。でこちらからが会計学になります。で問題は大体、もうお分かりいただいているかなと思います。で問題の1番ということで、これはクリーノベスさんのお話ですね。クリーノベスさんになります。で 1,2,3,4 という4つありますね。で、ちょっとページをめくっていただきまして、ちょっと写していきますね。はい、で、40ページ目になりますかね。主要論点ということで、大体、今回問題の1番ですね、クリーノベスさんが中心で、まず意義とか形状根拠とか具体例とか表示の仕方とか、まあ、大体こんな感じになるんですが、で一応ですね、ちょっとその下なんですが、はい、40ページ目のところで合格体とはの、まあ、指針ということで、おそらくですね山田先生からの出題ではないかと予想されるんですが、多分皆さんが気にしているのはこちらなのかなと思います。 1,2,3,4 ということで、それぞれの配点ですね。でこれ本試験が終わった直後からずっとこういろいろ考えていたんですが、でもちろんこれ明確にはなりません。でオフィシャルな部分ではないんですが、あくまでこれ私の予想なんですね。予想ということになるんですが、括弧の1番、まあ穴埋め問題、まあ、いわゆる空欄補充ですね、空欄補充なんですが、4つ、あ、い、う、えと4つあって、各2点の4箇所で合計8点かなと。ということで、でこっちに書いておいたのが、私の、まあ、長年の経験上ですね、多分皆さんこれくらいかなと思って、3つ以上やっぱ正解してほしいと、まあ、できれば、まあ、4つもちろん正解できればいいんですが、3つ正解すれば6点、まあ、4つ全部正解すれば8点と、まあ、大体このくらいの範囲かなと思います。でまあ、これはクリーノベスさんの定義意義ですね、まあ、意義に関するものですから、別解はおそらく認められないとは思うんですが、ただ若干表現によっては、まあ、部分点、例えば私これ1個2点にしてたんですね。
まあ、実際どうか分かりませんが、私のあくまで予想なんですが、1個2点でかなり近い表現であれば1点、まあ、三角にして1点を与えるかなっていうことはもうまあ考えられなくもない。だから本来はよく私講義で言ってるんですが、別解ですね、空欄補充というのは別解はないと、別解ないということをよくお話をしてきたんですが、ただ、まあ、そうですね、表現によっては部分点として1点を、まあ、皆さんに差し上げるという可能性はある、可能性はあります、はい。だと2つ目なんですが、括弧の2番ということ でこれは、基本原則ってもう書いてある、まあ、基本原則なんで、費用収益対応と費用配分の原則、まあ、2つ書ければいいということ、ね、で問題はちょっと切り替えちゃいますが、費用収益対応の原則と費用配分の原則について、本来ならばよく私皆さんに言ってるんですが、定義ですね、定義を書いてほしいんですが、ただどうもですね、こう、まあ、回答用紙なんかを見る限りでいうと、費用配分の原則あるいは費用収益対応の原則、それぞれの少なくとも定義なんかを書こうとすると、とてもじゃないですけど回答用紙の分量が足りなくなるということなので、ここはおそらく、もう本当に箇条書きでいいんじゃないのかなって感じですね。でこれ実はもうここ数年のトレンドなんですが、会計学は本当にあの先生が楽したいのか分からないのでこんなこと言って怒られますが、分量が少ないですね、本当に箇条書きです。これだんだん論文の手をなさなくなってきてるんじゃないのかなという、気もですね、ちょっとほとんど穴埋めだったりしますね、穴埋めとか、キーワードですね、そんなのばっかり書かせてますので、ね、ですからなんか論文式という言葉とはちょっとほど遠いような内容になってきてるのかなという感じもするんですが、まあ今回のこの括弧の2番は多分箇条書きで大丈夫だと思います。費用収益対応費用配分の原則ですね。で括弧の3番、栗鍋さん5つあるんですね、5つの全てを挙げることはまあちょっと困難だと思われるが、できれば3つくらいで、私ここはちょっと、今一応私は2点の5箇所で、まあ、5つでね、まあ、10点というふうにしておいたんですが、これは1点の可能性あるなという感じもします。ちょっとモニターまた切り替えちゃいますが、この括弧の3番ですね、栗鍋さん、まあ、5つ、まあ、具体例を挙げなさい。でこれ多分皆さんの出来を見てると思います。で、皆さんの出来が正直あんまり良くないということであれば1点に下げるからかなという感じもします。ただ意外となんかレックの受験生ですね、話を聞いていると、まあ、もちろん5つ全部を書くというのはちょっと難しいんだけども、まあ、3つぐらいはやっぱり書けたというような声も結構出ています。ですからそうなると逆に得点を上げないといけないということで2点にするかなということで、一応今回は私は配点は2点というふうに配点を振っておいたんですが、これ多分皆さんの出来以下によって変えるだろうなと。ですから皆さんが全然できないと、もう何も書けないという人が続出するようであれば1個1点にすると、で逆に結構皆さんができてる、結構できてるなということであれば1個2点ぐらいにするかなということですね。さすがに1個3点にはしないんだろうなとは思ってはいるんですが、1個2点の5つ具体例挙げるんで合計で10点、ね、ただ私は多分3つか4つか、まあ、5つ、まあ、全部できればもうもちろん素晴らしいですけどね、大体このぐらいの得点かなと思います。あと最後なんですが、括弧の4番でこれは、栗鍋さんの表示に関してということで、これは栗鍋さんの処理方法ですね、栗鍋さんの処理方法が重要な会計方針に該当するんだということですね。で本来は重要な会計方針に該当するということであれば、この会計方針、この会計方針の定義、まあ、意義、まあ、定義ですかね、定義をやっぱり書いてほしいんですよ、本当は書いてほしいんですが、回答の分量を見ると、回答用紙ですね、回答用紙の分量を見ると、ちょっとそこまで書くとさすがにもう無理があるなと、オーバーしそうなんで、ちょっと書かなくてもいいのかなと思うんですが、とりあえず栗鍋さんの処理方法については、重要な会計方針だということで、財務諸表のところに、中期ということですね。ただ私これ結構皆さんはまあまあできてるのかなと思ったんですが、ただ意外と受験生の話を聞いてちょっとなんか、いや正直先生ちょっとなんか難しいなという声もあって、で私は今回最終的にはここ大体12点ぐらいかなというふうに振っておいたんですが、まあ何点になるかっていうのはちょっと分かれ、まあ、明確には分からないですが、多少表現が曖昧になってもまあまあまあなんとかここが得点くれるかなというところもありますんでね、まあ、それらしいことということで、それらしいような表現書いていれば、まあ、多少はあの得点はくれると思いますんでね、まあ、一応問題値はそんな感じで、各自少しまた、改めて、まあ、自己採点というかの参考にしていただければと思います。ただし、あくまでもこれは現時点で私の予想に過ぎないというところも、しっかりと
受け止めておいていただきたいと。でちょっと次のページになりますが、これ回答例ということで、まあ、これはご覧になっていただければ穴埋めですね。でこの辺はもう、ほとんど箇条書きでいいだろうと思います。であと最後ここですね、先ほど言いましたように重要な会計方針なんだ、それから中期ですね、中期という形、この辺のところを書いていれば大丈夫、ね、で次問題の2番の方で、ね、でこれがおそらく、橋本先生ですね、新しい試験員 で、ね、で棚卸さんの評価に関する、まあ、書き基準ということなんですね。で、まあ、具体的な内容としては括弧1空欄補充、括弧2が計算ですね、先入れ先出し移動平均を、この条件、この条件から先入れ先出しと、移動平均で計算しなさいと。で括弧の3番で1番と2番で括弧4括弧5ということですね、はい。でちょっと次のページで、まあ、主要論点ということで43ページ目になります。で43ページ目なんですが、で期末の棚卸さんですね、まあ、評価に関するような内容です、評価に関する内容ということで、あとは先入れ先出し移動平均ですね、まあ、計算しなさいと、計算しなさいということ、あとは取得原価をどう捉えるか、なかなかちょっと難しいなという感じもするんですが、取得原価というものをどうやって受け止めればいいのか、どうやって考えればいいのか、それから最後の証文なんですが、トレーディング目的の棚卸さんと売買目的は同じですよ、これやりましたからね、はい。でちょっとその下のところで配点ですね、で括弧1これが空欄補充で、あいうえと4つあります、2点じゃないのかなと思います、2点で4つということで8点ということで、ここができれば本当はパーフェクトに書いてほしいんですが、まあ、最低でも3つは正解してほしいなという感じですね、感じです。で問題はその下計算問題で先入れ先出しと移動平均なんですが、どっちも基本的には計算問題としてはやってないんですね。ただ先入れ先出しに関して言うと、言葉の意味から先に入ってきたものから先に払い出すということなんで、まあ、そこから問題の資料ですね、問題の資料をよく読んでいただければ計算できるかなという感じもします。でただ移動平均はさすがにちょっと無理ですね、これはちゃんと簿記ですね、簿記とかはちゃんとやらないとこれはちょっと無理があるなということなんですが、ただ先入れ先出しは先入れ先出しは何とか取ってほしい。だからここもちょっと私実は最初2点にしてたね、2点かける2点にしてたんですが、これやっぱり1点かなという感じで、ね、計算なんで、まあ、周り合否に影響させたくないですから、まあ、1点かなということで1点かける2箇所で2点かなと。で大体先入れ先出しこれが合っていれば、まあ、1点はゲットできるかなという感じかなという感じです。であとは括弧の3番で、取得原価をどのように考えるかと、今回は期末の棚卸さんの評価に関して、あの来年ですね、来年、まあ、時期以降なんですが、時期以降に、まあ、繰り越していくということで、有用な原価つまり回収できる原価、これが取得原価なんだというふうに考えて、取得原価というものをどう捉えていくかということ でそれと取得原価基準と矛盾するか、丸の2番で矛盾するかということなんで、これは矛盾するか否かというような表現が問題文に入ってます。で当然まさかこれで矛盾するって答えを出した人はいないと思うんで、とにかく矛盾しないんですね、矛盾しないで、矛盾しないということで問題文で矛盾するか否かというふうに入ってますんですから、矛盾しないということですね。でなんで矛盾しないのかということなんですが、ちょっとカメラ切り替えちゃいますが、もう少し補足すると、棚卸さん、期末の棚卸さんで時価が下がっているとき、まあ、正味売却価格っていうんですかね、正味売却価格、まあ、つまり時価なんですが、時価が下がっているときは時価にするんですね。逆に時価が上がっているとき、時価が上がっているときは取得原価のままで評価をするということなんで、絶対的に取得原価を超えることはないんですよ。だからそういう意味で言うと矛盾はしないんですよ。要するに取得原価基準の枠の中でやっている操作なんですね。だからどうやっても取得原価を超え、金額が期末の棚卸さんの金額が取得原価を超えることはありえないんですね。取得原価よりも正味売却価格、いわゆる時価なんですが、時価が下がっているときは時価で評価をするということなんですが、逆に時価が上がっているとき、時価が上がっているときは、取得原価で評価をするということで、取得原価を超えるってことはありえない。だから取得原価の枠の中でやっているんだということなんですね。だから取得原価というもの、取得原価基準、その取得原価基準という基準の枠の中で操作をしているだけなんで、これは別に矛盾するものじゃないんだというようなことなんですね。あくまでもそれは来年ですね、来年は例えば正味売却価格、まあ、時価なんですが、時価が下がっているときは時価で評価する、要するにそれが回収可能な原価、それがいわゆる有用な原価だという認識なんですね。でそういうふうに考えてますよね。ですからこういうふうにして考えていこうというのが取得原価基準ということなんですね。取得原価基準ということになります。あと4番がちょっとこれは難しかった、再調達原価ということで、まあ、原材料ですね、原材料なんかの場合には
私は正味売却価格というお話をしたんですが、正味売却価格ではなくて再調達原価を使ってもいいですよと言って、ね、ただその時は条件があるんで、ただこの条件を書きなさいということで、これは難しい、細かいなと、ここちょっとだから、ただ細かいんですが、なんかボニャボニャボニャとこうなんとなくボニャボニャって書いちゃった人はいるんだろうなと思います。でここは私、そうですね、10点ぐらいを、まあ、やったんですが、まあそうですね、半分取れればいいかなという感じですね。であと最後です、これはちょっと私もう最後声を大にして言いたいんですが、トレーディング目的と同じですね、同様の会計処理ということで、これはもうレックの受験生もう間違いなくやりましたんで、当然もっとここにも当然って太い字で書こうかなと思ったぐらいですが、当然に売買目的有価証券なんだということ でこれ皆さんはこんな先生書けたよと思ってるかもしれませんが、意外と書けてない人いると思いますよ。レックの受験生は当然、もう私も当然ともうあえてこのも強調したんですかね、トレーディング目的、トレーディング目的の田中さんと同じは売買目的だね。ただこれ多分書けてない受験生いますから、ここ一番最後の証文ですね、ここのところも結構点差がつくんだろうなと思ってます、はい、ということで、これであと、まあ、次のページの回答例ですか、次のページで回答例ということで、で、あいう、まあ、これは見ていただければいいです。で先で先出しと、移動平均ですね、まあ、金額はこういうふうになるので、10万トンで6000円、10万トンで5000円ということで、まあ、この金額になるんですが、先ほど言いましたように先で先出しは10万トンで6000円、これはなんとか正解してほしいんですが、この移動平均ですね、10万トンで5000円、これはちょっとできなかったかなという感じです。であと、括弧の3番で1番2番ということで、取得原価、まあ、基準ですね、取得原価基準ということで、これは有用な原価、つまり回収可能な原価だけが来年時期以降ですね繰り越されていくんだという発想に基づいている処理なんですね。でそれは何かというと、ちょっと今の金額だと過大な帳簿価格になっちゃってます。これを、減額して将来に損失を繰り延べないようにするということですね。でこの辺はなんとなく書けてほしいんですが、括弧の4番、これはちょっと難しかった。この再調達原価ですね、再調達原価を使うための条件としては、正味売却価格が再調達原価に歩調を合わせて動いていくというようなことが条件ですよということね。ただ、まあ、これはちょっと難しかったかもしれませんが、これですね、括弧の5番ということで、売買目的有価証券、これも絶対できてほしいというところですね。でこれが回答例ということになります。でちょっと最後ですね、45、46あたりですかね、ズバリ的、ちょっと最後に少し自慢させてほしいんですが、ですね、まあ45ページ目、45番、問題の1番ですね、これは本試験の問題で栗野部さんなんですが、で特に A から A ですね、これは栗野部さんの定義、まあ、定義に該当するんで、ちょっとその下でね、実践討論、それから過去、まあ、分野別過去問解析って、まあ、よくプラスアルファ討論なんて言うんですが、どっちにしても栗野部さんの意義ですね、ここをしっかりと覚えてた人はこの空欄は埋まってらっしゃるんですよ。ですからこの実践討論、ちょっと先生やりましたけど、やりましたよ、やりましたからね、先生やりましたっけとか言われてるんですけど、栗野部さんやりましたからね。で特に括弧の1番、大体私よくあと、まあ、意義ですね、定義を書きなさいって言うんですが、それがちゃんと書けてる人はこの空欄は埋まるはずですから。あと括弧の2番ですね、括弧の2番で資産として計上することを根拠となる会計学上の基本、要するにこの本来は費用なんですね、栗野部さんというのは本来は費用です、本来は費用なのになんで資産として計上できるんですか、根拠ですね。でそれはここにこれ論文実践討論2回目なんですけど、ね、問題に栗野部さんを本来費用ですね、本来は費用なのになんで資産として計上できるんですか、根拠について考えなさい、まさにこれそのままという感じです。論文実践討論やってる人は、まあ、プラスアルファもそうですけどね、プラスアルファ討論というところも栗野部さん計上の根拠ということで、はい、この辺は一応やりましたんでね、あとちょっともうちょっとすいません、自慢が続いちゃうんですが、もうちょっと46、47ページ目ですかね、問題の2番、棚卸さんなんですが、で棚卸さんに関しては、的中討論、いわゆる的中討論ですね、第3回目の問題2番の、ちょっと途中略しましたが、第3回目の、まあ、問題の2番の方で、括弧2、括弧3、このあたりの証文なんですね。で、ちょっと読んでいきますよ、いいですか。的中討論の3回目、問題の2ということで、括弧の2番なんですが、我が国の制度上、期末において資産評価を行うときに、時価取得額を上回る際に、時価と評価して、評価差額を当期の収益として計上するもの、そこでこうした会計処理を行う手段について、棚卸さんと有価証券について、それぞれ1個ずつ、はい、これがもちろん棚卸さんでいうと、トレーディング目的ですね、トレーディング目的の棚卸さん、これ有価証券でいうと、
売買目的の有価証券ということで、この的中通れの3回目でちゃんとこの括弧の2番ですけど、これちゃんと復習している人は、ね、棚卸さん、これトレーディング目的ね、トレーディング目的の棚卸さん、から有価証券、有価証券は売買目的の有価証券、同じなんだ、同じなんだってことを知っていれば知っていれば最後の証文ですね。ちょっと上に戻っちゃいますが、これ本試験の問題、括弧の5番になりますかね、本試験の問題で、棚卸さん、まあ、トレーディング目的ね、トレーディング目的で持ってる、保有している棚卸さんと同じ会計処理になるのは、もちろんこれは売買目的の有価証券だということになるわけですね。はい、あと空欄補充ですね、括弧の引き続いて括弧の3番棚卸さんの会計基準ということで、あからうまでということで、この辺は結構あの本試験と、まあ、同じようなところ空欄に設定してます、似たような場所ですね、似たような場所空欄にしてますんでね、この辺のところもですね、ちょっと最後に少し自慢させてほしいなって感じですね。ちょっと次のページ、まあ、ちょっとおまけということで、総ざらい口座というところもあります。総ざらい口座でね、トレーディング目的の棚卸さん扱ってます、時価で評価をするというようなところですね。はい、ということで、今年の問題はですね、一応あのレックの、まあ、レックが行っている、まあ、独自のアンケートですね、アンケートによると、現状ですね、まだ、中間段階かと思いますが、論文のですね自己評価のアンケートというもので、まあ、一応、まあ私の方に上がってきている部分について言うと、大体、結構7割あれは8割ぐらいですね、7割8割ぐらいかけたなんていう人が半分ぐらいいる、両方とも問題そうですね、問題1問題2こんなこと言うと怒られちゃうんですが、本当かなって、そんなにかけたかっていう、そんなにかけましたかってっていう、7割から8割もかけた人が半分近くいると、であとは、まあ、半分ぐらいはかけたなんていう人がもう含めると、その人も含めるともう 75%、まあ、4分の3というか4人に3人ぐらいですかね、うん、75%、 これ問題1両方なんです、問題1問題2も両方そうなんですが、大体同じ結果になってるんですね。ですから4人に3人 75% ぐらいの人たちが半分くらい、あるいは半分以上、7割から8割ぐらいをかけたということなんで、この結果を見ると、まあ、そこまで手こずらなかったのかなという感じはします。で、まあ、この後ですね、当然あの本番の試験の中ではこの鑑定評価理論に移っていきますので、ね、やっぱり鑑定評価理論なんだろうと思います。ですから会計学は、来年ですね、まだ分かりません、もちろん試験ももちろん発表されてないんで分かりませんが、おそらく橋本先生、あの棚卸さんを出した先生ですね、あの先生が多分来年続くと思われるんですね。で、新しい先生が多分一人加わってくると思うんですが、あの本当にここ数年ずっとトレンドでこう続いているんですが、会計学はそんなに変な問題出さないですね。少なくとも全受験生が一瞬こう手が一瞬というか、もうずっと手が止まると、そういう変な問題は最近はもう出さないという傾向が続いてます。ですから普通にレックの統連を受ける、まあ、もちろんまず最初に講義を受けなきゃいけないんですが、講義を受けて普通にレックの統連、あとは必修論伝総ざらい講座なんて講座もあるんですが、そういった講座 を受ければ受講すれば、まあ、満点とは言いませんが、まあ、かなりいい得点取れるはずだったはずなんですね、はずなんですよ、うん、ですから、まあ、もちろん今回うまくいった人はもうそれでいいです、また次のステップに移っていただきたいんですが、ちょっと先生やっちまったなと、ちょっとしくじっちまったなという人はまた、ちょっと来年ですね、これはもう気分を切り替えていくしかないんですよ、試験というのは。ですからいつまでも引きずってても仕方がないんで、ですからなかなか難しい試験ですかね。もし来年を受けるということであれば、とにかくやっぱり基本重視ということで、基本重視、レックの統連ですね、まあ、特に統連とか、あとは必修論伝総ざらい講座、その辺のところをちゃんとやれば大丈夫なはずですね。おそらく私ちょっと鑑定士の試験を受けた経験というのはないんですけども、大体試験というのはできそうでできないというのは一番悔しいんですよ。で、実は合否を分けてるそこなんですね。明らかにこれはみんなできないと、これはもう諦めてください、そういう問題が出たら、そういう問題が出たら諦められるんですが、できそうでできないっていう問題が一番イライラするんですね、問題解いていて。で、それが合格者っていうのは少ないんですよ。ですからできそうな問題はできるんです、合格者っていうのは。ですから不合格者、ちょっとやっちまったなと、ちょっとしくじっちまったなっていう人はできそうな問題ができてないんですね。で、そこでやっぱり合否っていうのは分かれます。あの難しい問題みんなできないから気にする必要ないんですが、できそうな問題はできてください。ですからそれが合否を分けるということになります。
できそうな問題というのはレックで当然でやってますから、そういったところ一つ一つ丁寧に復習をしていただいて、もしちょっとですね今年は、ちょっと先生無理っぽいかなという人はまた来年ですねに向けて気持ちを切り替えてしっかりとまた継続して受験の方を続けていただきたいと思います。はい、ということで、とりあえず私の方からは会計学ということで、説明をさせていただきましたね。とりあえず時間が来ましたので会計学の、論文本試験を切るという点、についてはここまでということにしておきたいと思います。どうもお疲れ様でした。はい、では鑑定理論担当しますレクセニー講師の川原です。ではお手元今度は鑑定理論のレジュメを準備してください。はい、ではまず論文の方から説明していきます。じゃあページめくっていただきまして1ページ目開いてください。で、下の方ですね、合格答案の指針というところですね、そちらちょっと見てください。はい、で問題1ですね、本問は、総論第4章ですね、不動産の価格に関する諸原則と総論第6章最有効種の判定との関連の理解も試す、実力差が出る問題となっていました。本試験当日、直前チェックという形で本試験会場でレックお配りしたと思うんですけど、その中にもこの最有効種の判定ですね、諸原則との関連も含むという形で出しておきましたので、まあ、今年ですね十分出題が予想されたそういった問題が問題1で出されたということになってきます。で第2段落、それぞれの原則の定義をフルで正確に記述することは大前提であり、書きにくい証文参考題について商業地の個別適用に触れつつとの指示を踏まえて守りの論証を示すことが必要となっている問題になりました。多分ですね、問題1から問題4すべてを含んでも一番書きにくかったのが、この問題1の証文さんの講談だったんじゃないかなと思っています。この指示が結構つらいですよね。商業地の価格形成より触れつつですよね、これを踏まえて、論証しなければならなかったので、まあ、そういった意味で、ね、一番書きにくかった。なのでこういったね指示をしっかりと、ね、踏まえつつ、まあ、いかにこう守りの答案かけたかどうかですね、そのあたりが一つポイントになっていました。とともにですね、私の合格答案の指示の最終段落、勝負どころは証文2項段の建物およびその敷地の最有効種の判定における銀行の原則適合の原則の活用と考えられるが、ファイナル模試を受講された方ならばしっかりと対応できたと考えられます。この証文2項段ですよね、まあ、建物およびその敷地の最有効種を判定における均衡適合の原則の活用ですね、いざしっかり書こうとするとですね、こう分かりやすい論証という意味では、ね、意外と書きにくい。ただ一応直前のファイナル模試でほぼ類似論点を出題しましたので、それしっかりと受講されていた方ならば、まあ、それなりに、ね、分かりやすい論証が示すことができたんじゃないかなと思っています。でやっぱりこの問題はですね、やっぱり証文に証文さんそれぞれの講談が書きにくい問題でしたので、一番これ4問の中で実力差が出る問題だったんじゃないかなと、ね、私は思っております。で一応回答を見ていきますと、じゃあ2ページ進んでください。はい、2ページ進んでいただきまして、まずは、問題文は最有効種の原則の定義を述べなさいとなっているんですけど、やはりこれ4章の問題ですので、まあ、上位概念としてはやっぱり、ね、4章全文ですよね、まあ、諸原則活用するんだ等々ですね、まあ、上位概念として挙げてほしかった、はい、3つの段落フルじゃなくてもいいので第1段落くらいはですね、やっぱり上位概念として示してほしかったということになってきます。で、縦2でしっかりと、まあ、基準を引用して、これ最有効種の原則ですよね、まあ、基準をしっかりと引用して定義を述べるということになってきます。で証文に移りまして、均衡適合の原則ですね、しっかりと定義、まあ、4章の問題ですので、これ当例の解説なんかで言いましたが、やっぱり、ね、基準をしっかりとフルで引用して定義はしっかり示してほしいということになってきます。一応加点的につなぎの文書ですね、縦1の最終段落見てください。不動産内部の構成要素の均衡に関する均衡の原則と、不動産とその外部の環境との適合に関する適応の原則は最有効種の判定の重要な指針となるものであり、最有効種の原則と関係の深い原則と言えるんだということです。本件最有効種の判定でこれ活用していきますので、この産業法ですかね、つなぎ的にこう加点自由となる表現ということになってきます。で縦に最有効種の判定による活用ですので、
個別分析ですね、最優公正を判定するんだ、上位概念と述べた上で、3ページ上行っていただきまして、まずはこれ建物およびその敷地最優公正の判定場面に起きる活用ですので、建物およびその敷地の最優公正の判定、どういったことを行うのか示していきます。3ページ一番上、建物およびその敷地の最優公正の判定は、当該敷地の晒しとしての最優公正を前提に、建物現実の建物用途を継続する場合の経済価値と、建物取り壊しや用途変更等を行う場合のそれらに要する費用等を適切に勘案した経済価値を十分比較考慮し、費用対効果の観点から見て最も高い経済価値を実現できる使用方法を判定することなんだということですよね。まあ、これ判定上の類点の括弧などをベースにしつつ、まあ、建物およびその敷地の最有効性の判定どのように行うのかしっかり示すということです。で踏まえて受信論点活用です。次の段落、建物およびその敷地の最有効性の判定にあたっては均衡の原則、適合の原則を活用し、現実の建物の用途、配置、規模等が晒しとしての最優公正に一致していない場合には、晒しとしての最優公正を実現するために要する費用等を勘案する必要があるんだということです。この判定上の類点の括弧6ですね。この用途が適合の原則と、ね、対応していまして、配置規模がこれ均衡の原則と活用して、ね、対応しています。両原則活用して、現実の建物用途が、まあ、地域の特性を踏まえた晒しの最優公正に一致していない場合、さらには均衡の原則を活用して、建物の配置のバランスが悪かったり、まあ、規模ですね、許容される容積率十分に消化していないような、そういった建物が損する場合、晒しとしての最優公正に一致していない場合には、用途変更だったり取り壊しをして、晒しとしての最優公正を実現する必要がありますよね。それチェックする必要がある。ただそれには費用がかかりますね。要点項取り返しに費用があります。費用対効果の観点から判定していかなきゃならないので、しっかりとそういった費用を勘案した上で最優公正を判定するんだ、そういった論証です。これただただ判定上の類点を並べるだけではダメで、やはりこういったね、均衡適合の原則を活用してというのを表現入れつつ、こう分かりやすくですね、説明する、そのあたりがね、一つポイントになっている。まあほぼほぼこれファイナル模試で出したね、論証と同じような内容になっています。で、正問3、最優公正が標準的指標と異なると判定する場合、これ判定上の類点の括弧4をですね、まま引用すれば、これ問いに対する答えになっていきます。で、難しかったのが縦にですね、商業地の個別適用を踏まえた上で、異なる場合ですね、判定上の類点を示していく。縦に見ていただきますと、商業地域内にある土地、商業地については間口、奥行き、地籍形状と工程、可動地その他の接面回路との関係、主要交通機関との接近性、隣接不動産等周囲の状態、広報上司法上の規制制約等の個別適用によっては、店舗事務所のほか共同住宅やホテルなど多様な用途が想定できる場合があるので、それぞれの用途に関する需給の現状日動向を勘案の上、当該土地の効用を最大限に発揮できる可能性がある代替的な使用方法のうち、実現の蓋然性が高いと認められるものを最優公正と判定すべきである。一応こういった模範解答例になっています。まあ、しっかりとこの商業地の個別的要因ですね、上げつつ、要はこれら個別的要因を勘案した結果、さまざまな用途が想定できるので、結果的に標準的費用と最優公正が異なる場合があり得るんだということ。例えば標準的費用は事務所の敷地との使用です。ただ対象不動産が地籍大きくて、規模が大きくて、で工程、例えば高台にあって、で主要交通機関との接近性、駅そばで、さらに周囲の状態、特に騒音等々も大丈夫そうな周りの状態 でしかも法律上もホテルが建てれるような、そういった場合にはホテルとしての使用方法も最有効使用と考えられる場合があるんですよ、そういったニュアンスです。まあ、そういったことを、ね、具体的に書いていただいても問題ないです。ただなかなかそういったことを、ね、現場で、ね、しっかり書けるのは難しいです。なのでやっぱ、ね、指示に従ってなんとか商業地の個別的になんか関係しそうなものを、ね、無理からでも上げつつ、
で、いろんな用途が考えられて、結果標準的仕様と異なる最優候補の場合もあり得るんだ、そういったことを自分なりにかけていれば全然点数はついていきます。こういったところは指示に従っていかにも自己分で構いません。守りの論証を示せるかどうかですね。そういったことがポイントになってくる、そういった問題です。この回答例からすると、まあ、7割ぐらいは書いてほしかったですね。その辺が合格例になってくるような、そういった問題1ということになってきます。では続いて問題に4ページ進んでください。やはり一番下合格答案の指針というところを見てください。問題に、本文は総論第5章鑑定評価の基本的事項のうち、対象不動産の確定、対象確定条件と価格の種類の確定について基礎的な知識と担当的な知識を問う問題を出されています。価格の種類については、私も特定価格本線という形で予想してますので、限定価格については少しこう手薄になっていた方もいるかもしれません。さらには対象確定条件ですよね。昨年度、令和2年度、まあ、権利の対応に関するものではあるんですけど、条件出てますよね。そういった意味では、こう全体的に手薄になっている分が出されたのが問題2ということです。ただ、やはり対象確定条件も、例えば限定価格も、これ基本中の基本ですよね。なので、やはりメリハリは行うべきです。メリハリつまり重要度を下げることは構わないんですけど、山張りはダメです。全くやらないというのはそれはダメです。やっぱりこれ既存的な分野ですので、こういった、ね、条件だったり限定価格等々は当然これ基礎的な分野で十分出る可能性ありますので、山を張ってやらないというのはなしです。なので網羅的な学習ができてきて、ね、できていたどうか、ね、そういったことが試せるというのがこの問題2ということになってきます。で、第2段落、正門さんは見慣れない形式の担当、見慣れない形式の担当で採用されるような問題であるが、配点はそれを高くないものと考えられます。これはまあ個人的な判断なんですけど、まあ、教養の穴埋め問題的にそれほど配点は振られないんじゃないかなと思っています。なので、最初段落に従って、正門2までにおいて、基準をしっかりと引用して点数を確実に積み上げていれば、大きな点差はつかない問題が問題2ではなかったのかなと思っています。まあね、ちゃんと、ね、前提として網羅的にしっかりと学習していて、もう全てほぼ基本的な基準でこれ対応できますので、まあ、しっかりと基準を正門2までに、ね、しっかりと記述すれば、まあ、正門さん、ね、多少間違えたとしてもそれほど大きな点差がつかないのがこの問題になったんじゃないかなと思っております。でちょっと見ていきますと、5ページ回答例見てください。まず上位概念として基本的事項ですね。対象不動産だったり価格の種類の確定基本的事項の一つなんだ。で、縦にこれ対象不動産の確定です。公開文字で対象不動産の確認について出してまして、その中で確定の記述もさせてますので、しっかりと公開文字の復習していれば、この対象不動産の確定の記述ですね、しっかりと記述できたはずです。で、一応中心論点ですので、縦2の最終段落でこれ確定の必要性を加点自由的に示しています。まあ、これやっぱ示せれば加点自由になってきます。で、縦さん映っていただきまして、対象確定条件ですよね。で、あからおまでの符号をつけてしっかりと5つですよね、まあ、ここが勝負どころですかね。この5つの対象確定条件の定義をしっかりと書くことが、まあ、しっかり点数積み上がっていくことになります。で、やっぱり条件手薄になっていたかと思うんですけど、ただ例えば実践討論で、このうの部分鑑定評価だったり、おの未竣工建物等鑑定評価の定義はこれ書かせてますので、これね、答練で書かせています。あと、現況証とか独立鑑定評価、併合分割鑑定評価、理解してはできてると思うんですね。だから、自分の言葉で構いません。分かっていれば、それなりの定義が書けたはずです。それで全然点数ついてきます。なので、5つ挙げて、過去と自体はいくら手薄になったとしても対応できたはずですよね。そういったね、こう対応力みたいなものが試されていた、ね、そういった部分になってきます。で、しっかり書いた上で6ページ。価格の種類、簡潔にとありましたので、縦1で、まあ、5章の基準を運用して、まあ、これ十分です。で、縦2で正常限定のそれぞれ定義を述べなさいの定義しっかり示した上で、で、担当的な問題ですよね。問題文4ページと戻っていただきまして、正門さんですね、場面としましては、A 土地所有者が隣接する B 土地を購入、まあ、併合して一体地とする場面ですよね。
で、その購入する B 土地上には老朽化した建物が損するんだ、ね、そういった場面設定になっています。まあこんな感じですかね。 A 土地 B 土地で B 土地に老朽化した建物が建っている。で、A と使用者が B 町ですね、併合する、そういった場面です。で、1は B 土地の建物、 B 土地上の建物を売り主負担で解体することを前提とした場合の B 土地の鑑定評価ですね。評価対象は B 土地です。で、取り壊し前提ですね。つまり対象確定条件はこれ独立鑑定評価で、取得部分の評価ですので増分価値が生じて、これ限定価格として求める場面です。で、2、 B 土地地上建物を A 土地の所有者が購入した後に自ら解体する場面の B 土地と地上建物の鑑定評価、つまり建物およびその敷地の鑑定評価です。で、購入してから自ら取り出す、つまり購入段階ですと建物およびその敷地の現況のまま評価をするので、これ対象確定条件は現況所有とした鑑定評価で、で、取得部分の評価ですので、これも限定価格になってきます。で、3、 B 土地上の建物を売り主負担で解体することを前提に、で、併合した後のこの1対1の評価が3ですよね。で、解体するのでポイントはこれ対象確定条件3だけ2つですね。こういったの指示見落とさないように、問題文の読みとして本当に致命傷ですからね。3だけは対象確定条件2つです。つまり取り壊しなんで独立鑑定評価、しかも併合後の1対1なので併合鑑定評価で、併合鑑定評価で求める価格の種類はこれ担当でよく出せれる合格基礎テキストの横見出しのところにも書いてありますよ。これ正常価格として求めるということです。これ今年の担当でも出てます。だから今年の担当を受けた人は有利なんですよね。最近の本試験は担当と論文の知識がこうリンクしています。担当出されたのことが論文に出されたりしますので、そういった意味ではですね、こう担当を受けた方が有利になるような、そういった丸さんですね。これ正常価格として求めていくんだということになってきます。で、この問題にはですね、一応割合としましてはちょっと手薄になっている部分もあると思うので、やはり7割ぐらいが合格ラインですかね。7割ぐらいはかけてほしかったということになってきます。では続いて7ページ問題3見てください。はい、アリスター合格答案の指針。問題3、本問は総論第7章積算法について知財を求める場合の全般的な知識等問題となっています。で、次の7句、基準留意事項の単なる引用では対応できない証文さんについてしっかりと事前に準備をして丁寧な論証ができたか否かはポイントになるが、的中答例において積算法の問題出題しているので陸自構成ならば十分な回答を作成できたと考えられます。まあ、ほぼそのまま的な問題を的中答例積算法の問題出してますので、その復習しっかりと行っていたならば、ある程度ね、十分な答案が書けたようなそういった問題ということになってきます。8ページ回答例見てください。はい、これ模範解答例なので、証文1は積算法の定義述べなさいって形なんですけど、新規賃料を求める参照だったり、こう有効性を示してるんですけど、定義だけでも大丈夫です。これ模範解答例なので、丁寧に示してますが、定義だけでも大丈夫です。で、証文に移ってください。基礎科学の定義を示した上で、縦にですね、縦にから見てください。知財を求める場合の基礎科学は、最優交渉が可能な場合は、さら地の経済価値に即応した価格であり、建物所有を目的する賃貸借との場合で、契約により敷地の最優交渉が見込めないときは、当該契約条件を前提する建付け地としての経済価値に即応した価格である。すなわちですね、まず7章の留意事項を引用して、で、プラスすなわち、これ、各論2章の留意事項。賃貸借等の契約において賃貸人等の事情によって使用方法が制約されている場合等で最優交渉の状態を確保できない場合には、最優交渉が制約される程度に応じた経済価値の減分、つまりこれ契約原価を考慮して基礎価格を求める必要があるんだということになってきます。7章の積算法が本試験問われた場合に、これ各論に章とのリンクをしっかりと意識するってことね、これ解説でも言いました。ただ本文でも7章の留意事項だけじゃなくて、この各論に章の留意事項もぜひ引用してほしかったと。
賃料契約ありきです。必ずしも最優交渉と限りません。その賃料を求める過程の中での基礎価格も、これ必ずしも最優交渉を前提としないんだ。つまり契約によって最優交渉が制約されている場合には、その契約原価を踏まえて基礎価格を求めていく必要があるんだということです。で、本文は事例が設定されていたので、民法的に要件を定立した上で当てはめです。したがって契約により最優交渉が制約されている本件においては、契約原価を考慮し、低層店舗を前提とした建て付け地としての経済価値に即応した価格として基礎価格を求めるとなっています。まあ、このように、ね、しっかりと要件定立を当てはめ的に示せるとこう分かりやすいですね、流れのある答案となってきます。で、正門さん、丸1、還元利回りと期待利回りの定義を述べた上で、両者の違いですよね。ズバリこれ、期間概念の違いです。還元利回り、価格を求める際に使用されるものなので、対応する期間が縦に2行目、全期間です。一方、期待利回り、賃料を求める過程で使っていく利回りですので、対応する期間が下から2行目、全期間のうちの一部の期間ですね。この期間概念が異なるんだということがポイントです。しっかりと示すということですね。で、踏まえて9ページ、求める方法です。正門さん、丸に期待利回りは不動産に投資した場合に期待する収益率、割引率をベースに賃料の変動速を加味して査定する点で還元利回りと期を一にするため、期待利回りを求める方法については収益還元法における還元利回りを求める方法、類似の不動産取引事例との比較から求める方法等に準ずるものとされています。期待利回りというのは収益性、収益率を表しています。元本に対する価値の割合ということですよね。さらには期待利回りというのは契約期間中の賃料の変動予測を行っていきます。つまり不動産の収益性を表していて、しかも変動予測を構成要素としますので、同じこれ還元利回りと共通点があるということですね。なので求め方、還元利回りを求める方法、一応基準類似項5つありますので、そのうちの1つぐらい挙げて、類似の不動産の取引事例比較から求める方法等によって還元利回りを求めるのに準じて期待利回りを求める。ただ準ずるというのは基本的には同じように、全く同じというわけじゃないんだ。ただしがこれ重要です。ただし対応する期間概念の違いを踏まえた賃料の有する特性で、これ2章ですね、各論2章の類似項、つまり賃料の遅効性等に留意して期待利回りを求める必要があるんだということになってきます。価格は全期間に対応してますので、例えば5年後に新しく駅ができると場合は、敏感に反応して価格は上昇していきます。それを踏まえて還元利回りは求めていく必要がありますが、賃料、例えば契約期間が3年間ならば、5年後に新しく駅ができるというのは関係ないわけですね、基本的には。それが、ね、1年後、2年後ぐらいに近づいて賃料上がっていきます。価格の変動に対して賃料、かなり遅れたタイミングで上昇、下落をしていくんだというのが賃料の遅効性。そういった賃料の有する特性を踏まえて、還元利回りを求める方法に準じて期待利回りを求める必要があるんだってことです。これ単に7章の基準を引用するだけではダメで、こうしたね、こういった表現を付加して丁寧に説明することができたか否かがポイント。これまあほぼね、的中答例の回答例そのままということになってきます。で、正門4、上位概念的に必要諸経費6個ですね、挙げた上で、じゃあ地代を求める場合には縦に、まず一つ絶対に挙げてほしかったのが土地の高素効果ですね。これ絶対気づいてほしかったです。なぜかというと、演習で平成28年度の本試験問題というのは新規時代の問題が出されています。で、新形式以降の平成28年度以降の演習問題も絶対に繰り返しやってマスターしてくださいと指示しています。で、平成28年度の新規時代の求め方、これ積算法を適用しています。必要諸経費って何を加算してるか分かりますかね。土地の高素効果はちゃんと加算してますよ。つまり平成28年度の演習問題をしっかりと復習していれば、これも土地の高素効果は絶対に分かるはずなんです。これも気づかなきゃならないです。で、もう一つは難しいです。これ管理費なんですね。これは難しいです。例えば大地主の場合にはたくさんの土地を貸している場合には、例えば管理会社に管理とかしてもらったりすることもあるので、それが管理費ってことですね。ただこれ気づけなくてもしょうがないです。ただ絶対に上げてはならなかったのは原価償却、これも絶対ダメです。これはもう要注意です。
それも講義とかで土地と違って建物は減毛するので、だから焼却という形で、まあ、減価償却等々を計上することによって考慮するんだってこう繰り返し説明します。つまり土地というのは減毛しないので減価償却というのは絶対にこれ費用としては考えられないということですね。なのでこの問題は土地の構造効果はぜひ上げてほしかったです。で減価償却費は絶対に上げてほしくなかったということです。それさえ対応できていればもうこれ残りもう一つはですね、管理費以外でも結構点数つくんじゃないかなって気はしています。それが一つポイントだったこの証文4ということになってきます。でこの問題は結構あのアンケートでもね結構かけてる人が多かったので、これ8割ぐらい、まあ、的中答例で出してるってこともあるんですけど、8割ぐらいはかけてほしかった問題3ということになってきます。では10ページ問題を見てください。はい、合格答案の指針。本問は各論第1章、底地の鑑定評価について基礎的な知識と平成26年改正にかかる知識を問う問題となっています。第7、平成26年改正にかかる分野としては借地権が予想されていたため、底地についてはいや手薄になっていた受験生もいたものと考えられます。やはり本線は借地権、あの直前チェックも借地権というか出してますので、底地はちょっと裏論点という形で少しね、あの手薄になっていた方もいるかと思います。で一応ですね、最初段落、穴にならないようにファイナル模試で底地の鑑定が出題しましたので、その復習をしっかりと行っていた陸受講生ならば、まあ、一応慌てずに対応することができたんじゃないかなと思っております。で回答例を見ていきますと、11ページ、はい、まずは底地の定義からです。やっぱ模範解答例なので宅地の類型だったり借地権の定義も示しているんですが、まあ、あの底地の定義だけでもね十分です。で縦にですよね、底地の価格、借地権設定者に帰属する経済的利益、貨幣額で表示したもので、3つの経済的利益が成り立っても、まあ、基準を引用しつつ、さらにこう中心論点ですので、縦に最初の以上のように、以上のように底地の価格は丸1、地代収入に基づく経済的利益のほか、丸2、借地権が証明し、完全所有権に復帰することによる当該土地の最優構成の実現の可能性、市場性、担保価値の回復となる経済的利益、および将来見込まれる更新料、増改築、承諾料、条件変更、承諾料との一時金の経済的利益を加味して計算。この丸1、丸2、丸3という形でナンバリングをしておくと、あの証文さんでこう説明するときに説明がしやすくなってきます。で証文2、これ普通借地権に基づく底地の鑑定評価の求め方、まあこれ重み付けを示すということです。ちなみにこれ括弧書きで正常価格って示されてます。これどういった代かっていうの分かりますかね。大丈夫ですかね。あの底地を借地権者が買い取る場合の求め方がこう基準で示されてます。それ限定価格として求める場合のそれは買いちゃダメですよって意図ですからね、この正常価格とするのは。だからこの正常価格が重要とかそういったことではないです。だから上位概念として正常価格の定義を書くとかは、まあ、本文ですとちょっと不要だったんじゃないかなって気はして、この回答例で割愛しています。で特にこれ簡潔にとはなってなかったので、重み付けプラスこの模範解答例はこの総合的勘案事項を挙げています。これあくまでこれ普通借地権の評価における総合的勘案事項なので、定期借地権絡みの勘案事項はここで挙げてはダメなんですけど、まあ、あからきという形で挙げています。その他の書き方としては、こう普通借地権に基づく底地なので、収益還元法、取引事例価格を適用する場合に、例えば収益還元法は普通借地権なので期間が満了しても自動更新で純収益が永続できているので永久還元法で収益価格を求めるとか、あとは取引事例価格はやっぱり同じような普通借地権に基づく底地の取引事例を集めなさいとか、まあ、そういった普通借地権であるがゆえの手法適用上の注意点なんかも書いても全然、ね、回答としては問題ないです。一応証文3丸1にこう続く流れとして、この模範解答例は証文2でこれ総合的勘案事項ですね、挙げています。で証文3丸1に移っていただきますね。まず縦1で定期借地権の定義と種類としては一般事業用建物譲渡特約付きの3種類があるんだと示した上で、で縦2定期借地権の付着している宅地の評価のたっては前期括弧あから括弧期までに限る事項のほか、
借地期間満了時の建物等に関する契約内容を総合的に勘案する、この勘案事項の説明が求められていたのがこの ① の題だったんじゃないかなと思っております。なのでこれしっかり説明していきます。12ページ、定期借地権3種類挙げたことが生きてきます。12ページ上、一般定期借地権、事業用定期借地権等が付着している場合には、通常契約期間満了時において建物が取り壊されて借地権設定者に対し更地として返還されるため、更地価格の現在価値がそこ近く構成することになってきます。一般事業の場合には契約終了更地として返しますので、更地価格の現在価値がそこ近く構成することになってきます。で次、建物譲渡特約付き借地権が付着している場合には、契約期間満了時において借地上の建物譲渡が行われるため、そこ近くの建てなたっては契約期間満了時に復帰する建物およびその敷地の現在価値から当該建物買取費用の現在価値を控除する必要がある。復帰するのは買い取るので建物およびその敷地ですよね。ただこれただで復帰するわけじゃなくて買い取るわけですね。買い取り費用それぞれ現在価値にして、で建物およびその敷地の現在価値からこの買取費用の現在価値を控除したものをですね、そこ近くに加えて求めていくんだ。これやっぱり3種類あるので、それぞれ分けて契約期間満了時の建物に関して取り扱いを示していくのがこれ第一ということになってきます。で、証文さん丸2ですね。3つの経済的利益のうち重視すべきものですね。これは大丈夫ですよね。丸1、丸2、丸3ナンバリングしたうちのこの丸2ですよね。復帰価格です。もう重視すべきな復帰価格、これ気づけたと思います。復帰価格を重視するんだということを示せば、こう問いに対する答えということになってきます。でこの問題はそうですね、やはりこの模範解答例の7割ぐらいはかけてほしかった、まあ、そのあたりが一応合格ラインかなと思っております。で一番皆さんが知りたいのがラスボスの演習ということだと、今年もね、強力なラスボスになっていました。じゃあ演習ページの21ページ開いてください。はい、演習ページの21ページ合格答案の指針というところを見てください。で本文、令和3年度の演習問題は定期着地権付き建物の鑑定評価という応用的な類型が出題されました。加えて証券化対象動作の鑑定評価も加わっているんですね。こう応用のてんこ盛り的なそういった問題が出されていました。で2行目、証券化対象動作の鑑定評価において原価法と収益還元法を適用し、収益価格については直接還元法と DCA 法を併用して求めるという点では、貸屋敷にかる平成29年度本試験の定期借地権付き建物バージョンと言えるような問題でした。平成29年度 DCA 法を出されたその問題をベースにしていると思います。なのでそれしっかりと復習していれば、いろいろヒントになるような部分がこの問題も、ね、ありました。そういったバージョンになっていました。で次のがなく、借地権付き建物の鑑定評価については公開模試2回目 でまた DCA 法については公開模試1回目で出題しているので、それの流れ自体はおおむね理解できたものと考えられます。加えて論文対策なんですけど、定期借地権付き建物についてインウッド式を適用する際の基本式ですね、論文対策として出してますので、そういった意味でもそれぞれの手法の適用過程自体はおおむね、ね、理解できていたと思います。まあ、ただってことですね。次のなく、昨年度の演習問題で比較すると問題量自体は減少しているが、応用論点が含まれており問題文の読み込みに時間を要するという点で、内容的には難易度が非常に高いものとなっていました。原価法のところでも結構なんか応用的な処理が入ってましたよね。ER 等々やっぱりこう独自のものがあって、問題文の読み込みも結構大変でした。つまり内容的には難易度が、ね、高い、そういった問題と言えました。で次のはなく、本問で一番難しかったのは取引事例の選択であったものと考えられます。ポイントはどの事例を選択したかではなく、事例選択に時間をかけすぎなかったかである。部分点がもらえる近年の本試験傾向を踏まえて、許容範囲内の事例ならば点数がもらえると割り切って時間をかけることなく事例を選択することが必要であった問題なんだということになってきます。
ほとんどの方が悩んだと思います。ポイントはですね、どの事例を選んだかじゃなくて時間をかけすぎなかったかというポイントになってきます。一応見ていきますと、では18ページ見てください。はい、問題文18ページ。まずはこれ講義でも指摘していますが、サラジについて取引事例価格を提供する場合に、まずは乗り順価格ですね、工事価格を基準とした価格をまずはね求めてくださいと言っています。で、本文は3つの標準値から1つを選んでやっていくんですけど、この選択自体は悩まなかったと思うんですね。これ標準値 5-1、 一番下こう G 地域に存する 5-1、 これを採用するというのは判断できたと思います。つまりこれ土地の面積345平米ですよね。対象動産は1500平米です。本来は1500平米ならば、規模というのが事例の選択によって重要な判断基準となるんですけど、ただ、乗り順価格345平米の標準値 5-1 を採用しているということは、つまりこれ、規模は不採用理由にはならないんだということが、これ判断できます。この乗り順価格からやっていけば、まずはそれが判断できます。それを踏まえて、じゃあ事例の方ですよね。ページ戻りまして、では16ページ。地域の概要が示されてますよね。悩む場合には、こう明確な数字が与えられているのを判断基準とすべき。つまり、この地域要因にかかる評点、これ明確に数字が現れてます。これ、倍近くだったり、2分の1ぐらいのものは、もう極端に地域が違うと判断することができるので、つまりは、A 地域 183×、B 地域 42×、D 地域 51×、E 地域 53×、で、一番下 H 地域 57×ですね。これ、判断できます。でこれ踏まえると、17ページ、は、に、ほ、とというのが不採用とこれ判断できるはずです。明確に数字が示されたので。で、事例の辺は、これ標準値を採用した同じ G 地域に損してますよね。で特に不採用とすべき理由もありませんので、この辺の事例は採用すべきなのかなってところは判断できたと。ポイントはやっぱりこの上2つですね、意と路どちらを採用すべきなのかというのが結構一番悩んだところだと思います。で、私こう初見的に解いたときには、この意の方を選んだんですね。この試験員はどちらかというと地域の特性を重視しているような問題の作り込みになっているようだったので、ちょっとこの路の事例というのは C 地域というのはね、ちょっと地域の特性がやや近隣地域と違っているので、初めはね、E を選んだんですよね。ただ、私、講義で E の事例って貸し屋敷ですよね。これ、借家に行きという制約を考慮する必要があります。その点については記述がないですよね。なので、その場合には、講義でこれ不採用としなさいと言ってる手前、ある意味原則論通り、貸し屋敷なんだけど、借家人における増減価について示されてない、つまり補修正ができないので、この貸し屋敷の命で不採用として、模範解答例では、炉の事例を採用しています。これ、実際にですね、計算すべきです。皆さんも。意と炉。そうすると、意の事例は16億4000万円。で、炉の事例は16億円になります。で、まあ、一応、共範囲内です。で、一応、私は、選ぶべき辺の事例だったり、乗り順価格により近い、この炉の事例の方をちょっと採用すべきかなって形で、で、特に明確なね、不採用理由もないという方で、炉の事例を採用しました。ただ、これ、多分、胃の事例でも点数ついてくるはずです。まあ、逆にこう、胃と炉を選んでも点数ついてくると思います。実際、実務でも、どの事例を選ぶかというのは、それぞれの鑑定士の判断になってきます。これ、与えられている事例を採用してもね、決しておかしくはないので、まあ、本当は平は採用してほしいんですけど、まあ、仮に胃と炉を採用したとしても、多分点数ついてくるんじゃないかと思っています。やっぱポイントは、どの事例を選んだかにも、やっぱりここで悩んで時間を潰してしまうと、通常、さら地の批准価格というのは、さらっと行くべきものですね。そのさらっと行くべきところでパニックになると、やっぱ取り戻せないんですよね。やっぱり、本試験って緊張なんで。なんで、いかにやっぱり戦略的に、あ、これ多分、悩むってことはみんなも悩んでるってことは、これ多分、なんか、どの事例選んでも、許容範囲内ならば、いけるんじゃないかなって、やっぱ割り切ってほしかったんですよ。やっぱりこう、時間をかけるのがよろしくないので、こう割り切って、どれだけ先に進めたか。記述問題もそうです。2ページ見ていただきますと、演習ページの2ページですよね。
本門って記述問題結構なんですか、応用的なものばっかりでしたよね。なんか一層筋縄でいかないようなで、例えば問1の括弧に求める科学の種類だったり、あとね問3の括弧4の量子法の特徴および資産科学としての収益科学の査定理由、ここは平成29年度の本試験問題をベースにしているのとヒントになります。つまり価格の種類はこれ最有効種と運用法を一致するので正常価格ですよね。平成29年と同じです。でこの量子法の的に手法の特徴を示した上で、これ証券化対象不動産なので説明性に優れた DC 法を優先すべきだ、これ、ね、同じ理由ですので平成29年度の本試験問題しっかりとやっていれば、ここに、ね、ヒントがありました。で一方で例えば問1の括弧1最有効種の判定、これなかなか難しかったです。でもなんとなくこう現況継続っぽいのが最有効種だなっていうのはなんとなく判断できたと思うんです。それはもうねそれでとりあえず書いちゃうってことです。こういった応用的な記述は当例の解説で言いましたが、計算をしていくうちにヒントが出てきますので、とりあえずここで詰まるんじゃなくて、まあ、現況継続最有効数書いておいて後々理由を書けばいいので、まあ、その辺は判断できたと思います。でこの括弧3借地契約の内容から価格形成に影響を与えるもの、これもいっぱい羅列されてるんですけど、手法の適用においてやっぱりチェックすべきもの、例えば地代だって一時金、これね計算でね使っていきます。あってことはこれ価格形成に影響を与えるんだなって形で書いていくみたいな形で、なんかここで時間を潰すんじゃなくて飛ばすだったりとりあえず書くだったり、まあ、そういった判断がやっぱりこういった問題だと必要。さらに今この問3の括弧1、この応用的な記述問題ありますよね。賃料の改定、賃料負担の両立、周辺における競合環境、この3つの項目を使ってってことです。でこれ模範解答例なのでしっかりとした文章を理由付けにしてますが、そんな文章も書く必要全くないです。ポイントは3つの語句が出てくる文章をただ箇条書きにすれば十分です。それで全然問題ないです。それ理由になります。こういうところでなんか文章を作り込もうとかでも絶対考えちゃダメです。これ模範解答例なので文章を作り込んでますが、もうそれが出てくるワードのところをただただ箇条書きにすればもう絶対ですね減点しようがないんですよ。もう理由になってるので、そういった対応、なんかここで変に文章を作り込んだりしちゃうとそれも時間のロスになってくるので、そういった判断がこの問題ですので求められていたということになってきます。でもう一度21ページ戻っていただきまして、はい、続きの文章ですね。じゃ下から2つ目の段落から見てください。昨年度の演習問題と同様に最後まで処理できた受験生はほとんどいないであろうことから、そうですね、先ほどのうちアンケート取ったんですけど一定数集まってるんですけど、完答できたっていう答えをしている人は1人しかなかったです。1人です。しかもこのアンケートに答えている人というのは自信のある方ですからね。つまりほぼ完答している人はいないということです。今年の問題は最後まで処理できた人はほとんどいないということです。なので問3のインウッド式まで何とかたどり着いて、そこまでどれだけキャリー・スミスを最低限にとどめることができたかが合否を分けるんだということです。インウッド式の最後の式は難しいです。収益期間とあとね、取り壊しを現在価値すると期間を、ね、9.5 年と10年という形で分けなきゃいけなかったので、それは難しいの、そこはいいんですけど、なんでその手前ぐらいですかね、なんとか純収益の査定のところまでなんかたどり着いて、あとはそこまでの段階でどれだけキャリーシミス最低限にとどめることができたか、まあ、その辺が、ポイントになると思います。で最初段落、合格者レベルの中でもある程度は点差がつくような読解力と、まあ、思い切りですね、判断力が試されるような、まあ、そういった演習問題だったということになっています。ちなみに去年の本試験問題は合格者レベルの中ではだいたい60点から90点ぐらいで、ちょっとこう範囲が広がっていました。点差がついていました。リサーチすると多分今年はですね、多分40点から80点ぐらい幅が下がって、しかも広がる、結構40点ぐらい差がつくような40点から80点ぐらいで結構合格者のレベルの中でも点差がついてくる。で、まあ、そうですね、部分点結構演習はもらえます。なので、まあ、最低でも50点、できれば60点ぐらいは今回の問題でも、まあ、取ってほしかった、そのあたりが一応合格ラインということになっていきます。
演習は上振れします。部分点結構もらえます。皆さんが思っている以上に点数はついてくるはずです。なので実はですね、今年の演習問題は実はそれほど差がつかないんじゃないかなと個人的には思っています。なのでね、合格する可能性が十分にある方はもう次のステップをやっぱ考えるべきです。合格しますと実務修習で鑑定士ということなので、この実務修習皆さん受ける必要があります。受け方は、ね、3パターンです。就職転職をして鑑定事務所で実務修習を行うのか、関東ですと明海大学さんで実務修習を行うのか、あとは、ここにポスターがありますが、大島先生のところのような実務修習に特化した鑑定事務所で実務修習を積むのか、パターンは3パターンです。大学も大島先生のところもある程度の枠がありますので、やっぱ早めに情報を仕入れる。さらに就職転職考えている方はもう今動き出すべきです。もうこの段階で大手の鑑定事務所は会社説明会を行ってますので、もうね、早くです。とにかく早くです。合格を待ってからですと、それはもう動きは全然遅いです。もう今から直ちに就職転職ですね、活動を進めて、これ受かって慌ててもったいないので、しっかりと準備をしてですね、合格発表ですね、待つようにしてください。はい、では以上をしまして、論文方式の記事ですね、ガイダンスを終了させていただきます。ありがとうございました。